クリスタルシャワー、素敵情報番組配信中。とっておきな話やここだけの話、知ってほしい情報が盛りだくさん。チームクリスタルからのギフトは、誰かのために AAO 下町スピリット。第1第3話 BB プロジェクトのチャレンジが熱くて面白い。第2話キラキラ隊長なおのおしゃれライフ番組。第4週目はビズクラブがビジネスの新たな応援サポートをナビしてくれます。見逃さないで、見て聞いて参加できるラジオがここにある。誰にでもある初めの一歩はクリスタルにお任せください。いやごめんね、ちょっと声がガラガラだわ。あ、本当ですか。うん、おかしいな。体調悪いですか。うん、昨日何飲んだかなとかさ。あ、なるほど。そんなその記憶の回想に どんなお酒を飲んだかな、うん、そんな飲んだっけな。でも飲んだな、うん、僕も飲みましたね、うん、飲みましたか。焼酎と日本酒まで行っちゃいましたね、うん、なんかねちょっとね、うん、ちょっとカラカラ声になりました。ごめんなさいね、お昼のところね、時にこんなオープニングで。僕もなんかちょっと体調崩しそうで気をつけないと。今ねあんまり食べてないんですよ僕。そうなの。そうなんです。スープばっかりにしてちょっとダイエットしてました。あ、ダイエットしてんだ。はい、なぜかというと今週末の結婚式にですね、着ていくスーツが入らない可能性があるということで、もう超ド短期集中型のダイエットを今ね今週だけやっているっていう。 なのに日本酒とか飲んじゃうっていうね。ああ、そうだね、焼酎にしておけばみたいな。うんうん、はい、ね、10月クールの、ね、うん、クリスタルシャワー、ね、第4週ビズクラブですけれども、はい、まあ、オープニングはいつもの通り、はい、少しマサの基地的な話。そうですね、うん、最近ちょっと真面目なコーナーなんですけど、今日も真面目な話していいですか、ね。うん、あ、いいよ。じゃ あの真面目だから短めにね。はい。ね、こうちょっとデザインの、まあ、デザインだけじゃないですけど心理学用語でですね、魅力バイアスっていうのがあってですね、これ何かというと、見た目がいいと機能までよく感じるとかスペックまで高く感じるっていうバイアス、要するに、まあ、平たく言うと先入観みたいな、人間は働きますせというものがあるんですね、うんうんうん、例えばアプリとかでもデザインがいいと使い勝手までいい気がしちゃうみたいな。あるある、あるんですよ、うん、これ人間とかデザインとかにも言えるんですけど、例えば松パパは仕事ができる人って言われた時に、うん、イメージでどんな人を思い浮かべます。仕事ができる人、うん、なんか例えば、うん、男の人か女の人かとか、背が高いか低いかとか、そういう、あ、うん、あのね、うん、仕事ができる人のイメージはね、うんうん、できそうに見えない人を僕は見ると、うん、なるほどですね。もうこれ松パパに聞いたのが失敗でしたけどね。ごめんなさいね、何の、そう、僕らね、何の前説もないままでね、変わってるタイプなんで、僕も同じように答えると思いますし、ね、まあね、狼も多分同じように答えると思うんですけど、そうだね、普通だとね、そう、大体、まあ、まあ背が高くてね、おっしゃる通りなんです。スーツをパリッと着てる、それが言ってほしかった。ほとんどの人のイメージがそういうふうに思い浮かべるらしいですよ。身長がまず高いで スリムで、うんうん、こうやっぱりパリッとしたスーツ着てて、身長が高いって面白くないですか。だって身長低い人で仕事できる人もいっぱいいるはずなのに、本当だよ、悪かったな。ねなのにみんな身長が高いと思っちゃうっていうね、うん、ところがあって、これも魅力バイアスの一つだって言われてますね。ちなみにですね、古い話なんですけれども、うん、ジョン・ F・ ケネディが大統領になるときにですね、うん、こう大統領選で、まあ、ニクソンさんだったかな、候補、うんうん、ね、対立候補が、うんうん、これがですね、こう接戦だったんですけれども、面白いことにですね、ニクソンを支持していた人はですね、みんなラジオで彼の演説を聞いていた。ほうほう、まあ、2人のね、候補の2人、うんうん、で、ケネディを支持した人はテレビで2人の討論とか演説を聞いていたっていう、つまり、まあ、ケネディの方がイケメンでしたよと。そうだよね、確かにね、はい、これも魅力バイアスだっていうふうに言われてますので、皆さんちゃんとロゴマーク作ってくださいねというね、謎 の売り込みをしますけど、ね、あ、だからそのうち来たんですか。そうですよ、見た目大事ですせっていう、見た目ね、あ、でもロゴとかマーク大事だよね、うんうんうん、よ結構、うん、やっぱそのブランドに執行されると、うん、例えば僕だと車ね、うんうんうん、車の例えばドジ車好きなんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと細かいところ使い勝手悪いわけですよ。なるほど。でもこの使い勝手の悪さが分かります。ドイツ車なんだよとかさ、そうそうそう、この武骨さがさとかさらしいよねみたいになってくるわけですよね。スイッチ硬くてさ、なかなかさ、そう、回すの大変じゃんみたいなところを、うんうん、これそういうことですか。そういうことです。あ、そういうことです。なるほどなるほど、うん、
なのでやっぱ交換をデザインから見た目から交換持っちゃうと、もうそういったネガティブなことまでらしさみたいなところに収めようとしちゃうんですよね、人は。だからそれブランディングですよね、やっぱり。なるほどね、そうですか。いやいや、なんとなくいい話じゃないですか今日は。そうですよ、本当は真面目なんですよ、1分半くらいで終わろうかなと思ったけどオープニングね、あのね、今回、まあ、こういう形でね、マサさんもねお話を聞いておりますけれども、あっという間に秋ですから。本当ですよ、あともう今年終わりますよ暦の上ではノーベンバーですよ、もうすぐ、そうですよね、クリスタル的にはね、2018年のテーマが、未来へつなぐっていうわけですよ、ね、つなぎ残したものはありませんか。この2ヶ月でつなぎ切ります。そう、俺もそう、ね、もうこの2ヶ月で、もうね、つなぎ切ろうという、これ命題なんですよ。そうですね、これある意味業務連絡でもあるねなるほどはい、それでは参りましょう。時代は進化中だからラジオだけど目が離せないクリスタル、考えるだけでなく一緒に感じてほしい。楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームで映像も楽しめます。スタジオ前は特等席、みんなで作るラジオの始まりですよ。それではまさくんから今日の1曲目いきましょうか。はい、今日の1曲目はイーグルス、ラストリゾート。さて本日のゲストコーナーです。さあ今日はですね、あれ曜日が違うんじゃないかないつもね火曜日はね、クリスタルビズでねレギュラーやっていただいてますね、親子のメンタルコーチね、添田敦子さん、あこさんがいらっしゃってますけれども、ね、ちょっとまた別の番組になると雰囲気が変わりまして、ね、非常に緊張してます、ね、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、ね、今日はね、まあ、こちらはね、いろんなクリスタルシャワーということで、まあ、いろんな素敵情報を発信中ということでやっておりますけれども、今日はこの親子のメンタルコーチ添田敦子さん、あこさんが、この年末に向けてイベントを企画中ということで、しかもねこれがねまたねコラボイベントなんですよね。素敵なイベントということで、まあ、こちらの、企画からスタートしたお話なんですけれども、またこれがね、先に申し上げますとマギーズ東京さんとね、こちらとコラボレーションするということで、ちょっとこちらの企画のお話などもしていただきたいかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、親子のメンタルコーチ添田敦子と申します、いつもあの火曜日に出させていただいて、昨日もここで喋ってたんですけれどもそうですよね、はい、昨日も少し触れていたんですけれども、今松パパに言っていただいたように新しく、実は私バレエを習っている親子向けっていう形が一番多い形なんですね、事業としては。で海外バレエ団、現役バレエダンサーによる国際社会で通用する力をつけるバレエワークショップというまあ、バレエのレッスン、ワークショップの方を企画しております、で今回この企画、そもそもじゃあ何なのって話なんですが、バレエを習っている子たちっていうのはみんな自分の夢を追っていくんですね、で自分の夢のために親御さんもサポートしますし、本人も時間と、あとまあ要は家族全体でお金もそうですが、いろんな形でも夢に邁進していく、でもその時自分のことだけにやはりどうしてもフォーカスしがちなんですよ、でその自分のことのフォーカスの力を海外に出ていった時に、じゃあそれだけで通用するのか、生活していけるのかっていった時にクエスチョンが出るんですね、海外では実際に生活っていう中で、日本人としてあなたはどういう考えを持っているのっていうことをよく聞かれます、その時日本人として私は点点点みたいな形の方が多い、で国際的に見ても、海外だとヨーロッパにしてもアメリカにしても、教育過程で社会人としての役割や自覚っていうのを考える場所っていうのは必ずあるんですね、ただ学校で勉強を教わり、習い事や自分のやりたいことを邁進していくっていうだけでは、実際に大人、国際人になった時に同じような土俵に立てない、なので実際自分が今バレエをやっている、ワークショップに参加する、このことが自然に社会に貢献していくっていうような仕組みを今回企画させていただきました、なるほど ね、はい、ね自分が、ね、やっている取り組みが、ね、一つは社会貢献につながる、ということで、このマギーズ東京さんとのコラボレーション、ということなんです ね、 そうですね。実際に、ね、このワークショップの案内ありますけれども、この、バレエワークショップの参加費の一部が
マギーズ東京さんへ寄付されるということなんですね。はい、そうですね。はい、でね、先ほどからね、マギーズ東京さん、マギーズ東京さんと申し上げておりますけれども、はい、ね、聞いてるね、皆さんね、初めてね、マギーズ東京さんっていうね、はい、まあ、名称もね、お聞きする方もいらっしゃるのかなと思いまして、はい、で今日はですね、はい、もう一人、スペシャルゲストをね、お招きしております。はい、はい、認定 NPO 法人マギーズ東京共同代表理事でいらっしゃる秋山雅子さんですね。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ね、秋山さん、このマギーズ東京さん、ね、どういう活動をされている団体なんでしょう。はい、うん、2016年の10月にオープン、新豊洲と市場前の間にあるんですけれども、うん、今話題の、そうですね、はい、がん患者と家族のための、予約なし、相談料が無料、うん、毎日10時から16時までオープンしている、うん、新しいスタイルの相談支援の、うん、センターです、うん、で病院と家のちょうど中間にある第2の我が家という言い方をしますけれども、うん、家庭的な雰囲気の中で、がんに向き合った、当事者の方やそのご家族やその関係のご友人も含めてですが、うん、気軽に訪れていただいて、うん、そしてゆっくりお話を聞き、うん、今一体何に悩み、何にまあぶち当たっているのか、それを一緒に考える、うん、看護師や心理師や、うん、時には栄養士が、うん、その相談に応じますという、うん、そういう施設というか、それを、うん、16年の10月からやっています。はい、はい、そうですね。これね、今回のこうやってその番組でお話をね、聞かせていただくにあたって、ちょっと事前にこのマギーズ東京さんにあこさんのご案内でね、お伺いをしましたけれども、まあ実際行ってみましたらですね、ここが豊洲の市場前がある今話題ですけれども、この、不当なのかというような自然に囲まれた感じの、ね、施設 で、ね、中にいてね、帰りに我々スタッフとね、ああいう家に住みたいよねって、住みたいと思うようなね、本当に施設でいらっしゃって、うん、まあ、そこでね、今お話しいただいたような、まあ、そういった実際に、まあ、患者さんとその家族が、まあ、自分たちの、まあ、病気について、まあ、向き合ったり話し合ったり今後のことを考えたりするという施設なんですね。そうですね、はいはい、うん、予約がないってことがまあ最大の、はい、ね、はい、で今がん医療の現場は、うん、ほとんどが外来で治療が進む、検査治療が進むという状態になり、うんうん、医療者とゆっくり話すっていう時間がなかなか取れないわけです、うん、だけれどもいろいろと決めていかなきゃいけないことは次々と生じる、うん、なおかつ体のことや治療、病気のこと、それはまあお医者さんに話せるけれども、もう例えばその、まあ、病気になったことで子育て中の方は子育てどう、本当にどうしよう、子供にどう話そう、うん、結構経済的にお金がかかる、うん、仕事を続けられない、さまざまな悩みを抱えます、うん、そういうさまざまな悩みを、まあ、全てお話ししていただいて、でゆっくりこう話の整理をしながら自分でこれからどうしていこうかっていう、その道筋を見つけていく、その背中を押す、うん、そういう話し合いの場なんですね、うんうん、で病院の中ではなく、わざわざ病院の外に作ってあるっていう、その環境を整えておくっていうのがこのマギーズのもう一つの特徴です。なるほどですね。まあ、その、ね、マギーズ東京さんですけどね、2016年に立ち上げてまず離陸をして、はい、でまあ、ちょうど、3年目、うん、そうですね、うん、次のステージに入られるというところですけど、はい、実際にスタートされていかがですか。そうですね、最初は本当に人が来るのかと、最初本当に周りに何もなかったので、うん、送迎バスでもこうみんな回して、うん、患者さんに来ていただくっていうことが必要かと思いましたら、うん、丸々1年目で6000人来られ、丸2年経って1万2120人が来られる場所になったんですね、うん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 、それだけニーズは高く、うんうん、そしてまあそれこそ市場がオープンしたので、うん、飛ばすも結構乗りやすくなり、うん、交通網も結構うまく利用すれば来やすい場所になった、うん、しかも、がん研有明病院、これは日本一手術件数が多く、日本一外来のがん患者数が多いところ、うん、それと国立がんセンターとちょうど真ん中にあって、うん、まあ、聖路加病院も近いですし、いろんな病院の真ん中にあるっていうその立地がとても良かったかなと思ってるんです、うんうん、で、たくさんの方を、まあ、お迎えして、病院の関係者も来られる、
どんなところかって見に来られるようになり、その病院の治療の先生がマギーズに行ってきて、少しまあ気持ちがすっきりし問題が整理された後の診察はとてもスムーズだよと、マギーズがあることで逆に患者さんが落ち着いて自分に向き合ってくれると、そういうお医者さんたちからの評価もまあもらえるようになりました、それがまあ丸々2年経って本当に感じているところですね、なるほどですね、まあ、そうやってその離陸からね、ちょうどまあこれからちょっと次のステージっていうところだと思うんですけれども、そのまあちょうどこの3年目からの次のステージっていうのはどのようなふうに、そうですね、1対1のドロップインのスタイルの その相談支援プラスプログラムって言ってグループセッションも今少し取り入れてるところですけれども、もう少しそういうものも追加をしながら、全国から見学の方が後を絶たずで、全国にみんな作りたいと思っているので、マギーズ流のサポート その研修のプログラムを今随時行っているところです、それとですね、もう一つは2020年で一応土地の賃貸契約は一応終了なんですね、でもう少しそこを続けていきたいということで、新たなプロジェクトを立ち上げていこうというふうに考えているところです、なるほどね、なかなかねやっぱりこういったものがなんかこの日本の中で実現しそうでなかなかこう実現できないという土壌がある中でですね、こういったことをね先行ってやってると ね僕はねアクさん経由でねこのマギーズ東京さんの情報を聞いたときもう本当に最初全く存じ上げなくて、あこういうものがあるんですねということも、その個人的にもね、ちょっと気になりました、本当ですか、私自身もマギーズさんを知ったっていうのは ある勉強会に参加したときに、これからクラウドファンディングで、こういう施設を作りたいんですっていう話をそこで聞き、でそれから実際にクラウドファンディングでお金が集まって出来上がりましたって報告も、実際ウェブ、フェイスブックでしたりとかウェブを通じて見てまして、でやはり建てる作るっていうことよりも持続していくっていうことに、どうしても人はそこがだんだん抜けて参加する方が減るっていうのを分かっていたので、私自身はずっとその持続していく方の寄付者としての参加をしてきてるんですね、で今度の、移転しなきゃいけないかも賃貸が終わるっていう話でマギズさんで、それに、要は協力してくれるようなそういうイベントとかやってる方いらっしゃいませんかっていうようなお声掛けをやはり見かけて、そこに説明会に寄らせていただいて、で私は親子向けの相談を受けて、やっぱり人が話をできる場所を提供してます、そこは共通してるって自分の中で勝手に思って、だったらバレエをしてる、親御さん、親子の力がマギーズさんのその継続していくもののお役に立つんであれば、ぜひたくさんの方に知っていただきたい、参加していただきたいという思いで、今回の話になったんですね。なるほどね、ね、本当にねやっぱりこういうねコラボレーションというのがね、こうやってバレエをワークショップを習う人で、その情報というかワークショップを提供するアコさんがいて、でやっぱり今度はこう支援を求める、ね、やっぱりこういう方々がいて、でその時にこうなんていうんですかね、こう三位一体っていうんですかね、三本の矢っていうか、なんでしょう、こうサービスをこう、ね、提供する側寄付される側っていう関係だけじゃなくて、コラボレーションすることでお互いにそのお互い そのメリットを共有するって言って、そういう、こう新しい企画だなと思いました。本当ですか、ありがとうございます、病気の方もバレエをしているご家庭も特別ではないって思ってるんですね。もうみんな横のつながり、同じ国に住んでいて、同じ社会に来ているんだから、だったら横のつながりがどんどん広がっていったらいいなって、その話は秋山さんにお話ししたときに、受け入れてくださったんで本当にありがたいなと思いました、ありがとうございます。なるほどですね、ね、またこういったその番組もねちょうど、こちら江東区にありますので、そのお話もね、お話聞いたときに、いやー我々放送局同じ江東区にあるんですよっていうことで、同じこう区内にあってこういう施設があるのを知らなかったなんて、もうぜひ取材させてください反対にということで、そこからでまた今日ご縁だと思いますけれども、ちょうど今日この放送がね、ある意味皆さん広くにこうキックオフになればいいかなとも思っておりまして、でもその中 その第1弾というのがいろいろインフォメーションもありましてね、まず、直近は、
10月27、28と新豊洲フェスタっていうのがありまして、うん、そこにマギーズも参加をしていますので、うんうん、ぜひ足を運んでいただければと思います。うん、そうですね、はい、そしてねもう一つね、これは来年の3月になりますけれども3月11日に、今度はチャリティーコンサートも企画されているということなんですけれども、はい、こちらも少しちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、私たち日本音楽祭団というところからの支援を受けながら、うんうん、ストラディバリウスを、うんうん、日本財団が所有しているのを貸し出しているバイオリニストを、うん、若き29歳のベンジャミン・ベイルマンという方をお呼びして、うんうん、3月11日の夜に上野の文化会館でチャリティーコンサートを企画をしています。うんうん、これはすべてマギーズ東京への寄付というか、うん、それに充てるもので、うん、ですが演奏自体がとても素晴らしいものだと私は期待しておりますので、うん、ぜひ多くの方に、うん、上野の文化会館にお運びいただければなというふうに思います。うん、今受付を開始しておりますので、うん、またホームページなどで見ていただければというふうに思います。うん、これもまたいい企画です ね、 ですね、素敵な ねストラディバリウスのこの名器のねこのね素敵な響きを聞ける機会を、ね、こう共有しながらそれが一つは支援の輪に参加しているという ね、 そ う、 ですね、うん、ね、そうやってね自分がね音楽好きの方とかねクラシック好きの方、うんね、そういった方がね好きなことを楽しんでることが支援につながっていると素敵な企画だと思いますし、うん、今度のこのあこさんの、ね、ワークショップもね、はいはい、またねこう皆さんね、はい、参加していただいて、はいね、それがねこういうふうに大きな輪に広がっていきますのでね、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、もう本当いろいろちょっとお話を伺いたいところですが、はい、これからも機会をいただければねそのマギーズさんの活動など、はい、番組でも報告させていただきたいと思いますし、はい、いろんな支援者の輪がねこういうお話の中からつながるといいですね。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます。もう本当にあっという間のゲストコーナーでしてまたお話をしてください。はい、はい、本日は認定 NPO 法人マギーズ東京共同代表理事の秋山雅子さんとあと親子のメンタルコーチ、ね、添田敦子さん、あこさんにお越しいただいてとても素敵な支援の輪のお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは2曲目いきましょう。チャゲ&アスカで太陽と埃の中で。花は野にあるように、茶道のこと、季節のこと、起業のこと、つれづれなるままに、私、日本テーブル茶道協会の神林弘子がお届けいたします。はい、弘子さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早いもので10月も後半になりました。そうですね、もうなんか年が明けてからあっという間でしたね。もう10ヶ月経ってしまいましたね。びっくりなんですが10月は神無月ということで、うん、神様がいなくなってしまう月なんですよね。あ、そうね、うん、よくよく意味を捉えると、はい、神様がいなくなる月、はい、うん、でまあ、どこに行っちゃったかというと、うん、出雲大社にね全部のよろずの神様が矢をよろずの神様が集まると言われていまして、うんうんうん、まあ、出雲の方ではね神有月と言うんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですね。やっぱりちゃんとその意味の通り、はい、で昨年はこの神有月に出雲に行ってまいりました。おお、本当に生まれて初めてね出雲大社というところに行ったんですが、うん、行かれたことございますでしょうか。はい、ね、もう子供の時に、うん、両親に連れられて一度だけ行ったことあります。そうですか。印象はしめ縄、ああそうですね、縄が独特で、うん、そうですよね、うん、なかなかねやっぱり機会がないとっていうか、うん、なんか神様が呼んでくださらないと行かれない場所と伺っている通りに、そうですね、私も生まれて初めて行って、でもお天気は雨だったんですね。しと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 降っている中 で、うん、で鳥居を入るともうすごい空気が変わって、なんていうのか厳かというのか
清らかというのか、なんか自分がちゃんとしなくちゃいけないというようなね、うん、そんなところで、まあ、参拝させていただいたんですね。うん、それで、そうなんですね。で、一緒に行ったのが、今のテーブル茶道教室の、生徒たちで、行きたい人って言って、一緒に行きました、うん。はい。で、テーブル茶道のね、生徒と一緒に行くと、楽しいことがありまして、おととしは金沢に行ったんですが、そこのね、土地のお菓子と抹茶を、もういただき三昧みたいな感じでね。なるほど、はい、そうですね、皆さんその話だとやっぱまた盛り上がりますね。そうなんですね、うん、でなかなかね、家族と行ったりとか、うんうん、他の友人と行くとそんなにお菓子はね、うん、いただけないんですけれども、うんうん、お菓子屋さんがあるとじゃあ行くとか言って、うんうん、それでそこのね、とても素敵な練り切りと、うん、あと抹茶をいただいて、うんうん、だからもう一日にね、うん、うん、4、5杯はいただいたかなという感じですね。さすがテーブル茶道の皆さんですね。で、金沢とかね、松江という町は、うん、やっぱり茶道文化が発達していたので、うん、いいお菓子屋さんがたくさんあるんですね、うん、で東京に住んでいる私たちっていうのはすごく恵まれていて、うん、そういうお菓子が百貨店とかにね、まあ、入ってきますので、うん、こちらでもいただけるんですが、まあ、本店でね、どういう職人さんがどういうふうに作ってるのかなとかね、うんうん、拝見できてよかったなと思います。あ、なるほどね、はい、またね、そういうね、茶道は茶道のメンバーで行くことで、はい、同じところに行っても、はい、また旅の面白さが変わってきますね。もう変わってきますね、うん、そうなんですね、うん、で、テーブル茶道の方なんですが、はい、9月は2つイベントをさせていただきまして、うん、で今までね、茶道とか無縁の方がね、うん、お客様としていらして楽しんでくださったんですね、うんうん、それでもう茶道の作法とかはね、全然わかりませんので、聞かれたら、あ、こういうふうにね、お茶いただくんですよとはお伝えするんですけど、うん、もう自由なようにね、楽しんでいただいたんですね、うんうんうん、でよく茶道の先生で、あなたこういうのが違うのよとかね、うん、怒る先生とかいらっしゃるんですけどね、うん、それはちょっと違うなと思っていて、うん、作法ってね、うん、知ってる者同士がやるので楽しいので、うん、こう知らない方にね、強要するものではないなと思っているんですね、うんうん、でもし知りたかったら、今テーブル茶道でやっているね、ワークショップでおもてなし茶の湯というのにいらしていただいて、うん、お茶のいただき方とかね、うん、お菓子のいただき方をこう学んでいただいて、うん、ミニお茶会を開くというのをしているんですが、うん、先日生徒が、まあ、勉強でね、やっぱりその体験に参加したんですね、うんうん、それで全然今までやったことないお客様もいらして、うん、でお茶のいただき方はこうやるんですよってやって始めるんですが、うんうん、やっぱりこう間違えてしまったりするんですよね、うん、それで初めのお客様は大丈夫だったんですが、次のお客様がお茶をいただく前に、前の方にもう一服いかがでしょうかって伺って、うんうん、次の方に、うん、お先に頂戴いたしますっていうご挨拶をするんですが、うんうん、その方は前の方に伺うの忘れたんですね、うんうんうん、それで、まあ、私も忘れても違ってますよとかは言わないで、うんうん、こうまた次の方っていうふうに言ったんですけど、うん、うちの生徒が、うん、多分うちの生徒はちゃんとできる人なんですけど、うん、考えたんでしょうね、自分が正しくやってしまうと、うん、前の方が間違ってるっていうことを分からせてしまうって思ったと思うんですよ、うん、でわざと間違えて、うん、前の方と同じにしたんですよね。でそれを見た時に、うん、ああ茶道ってこういうものだなと思って、逆に学ばせていただいて、うん、本当そういう心配りとかね、うん、気配りとかね、うん、できる人とも関わって、うん、一緒にテーブル茶道がねできてて、うん、幸せだなと思いましたね。あ、なるほどね、はい、いやまだね、その初心者の身としてはね、先ほどのね、はい、お隣の方に声をかけるというのはね、忘れちゃうんですよね。あとどこで声をかければいいかっていうのが、ね、本当にね、うん、何度やってもまだ覚えられないというね、松パパでもありますけれども、はい、うん、でもやはりなんかそういうところに、うん、その気遣いというか、そうですね、その奥ゆかさを感じるのも、うんうん、ちょっとこのテーブル茶道をね、はい、うん、の中で実際体験させてもらって感じるところでもありますね、うん、あ、そうですか、うん、はい、なので、うん、ね、気を配ったりとか心を配ったりとか、うん、そういうこう配れる人に、ね、うん、なっていきたいなって思うこの頃ですね。なるほど、はい、そうですか。いやいやね、
ますますね、ちょうどなんでしょう、こう秋深まってきますと、はいはい、なんとなくその茶道とか、はい、ね、こういうそのお茶の世界の、はい、そのね、年中通してあるんでしょうけれども、はい、なんか季節的には、はい、なんかすごくマッチする季節かなというふうに、お茶も美味しい季節ですね、ちょっと素人ながら感じたりもしますけれども、はい、ね、これからもますます、ね、はい、ご活躍ください。はい、はい、本日はテーブル茶道協会の神林ひろ子さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。皆さんこんにちは、天使のティアラの奥方由美子です。どうぞよろしくお願いいたします。今年の夏なんですが、私の人生にとってね、とても大きな変化が起こりました、うんうん、で、その変化ってどういうことだったかというと、私親を介護している親が2人いまして、2人とも同時に障害とか抱えてるんですけども、うんうん、その親がですね、ちょっと1人を、ホームに入れることになりまして、うんうん、で、1人をうちに連れてきてね、見ることにちょっと大きな変化が起こって、引っ越しを4日でやらなきゃいけないっていう、とっても大変な目に遭い、大変な思いして引っ越ししたんですけど、今引っ越しって言ってもみんなに聞いてみると、リサイクルショップ屋さんに言えばいいよっていう話がありまして。そうなんですか。はい、リサイクルショップ屋さんは買い取ってくれるから言うといいし、うん、全部持って行ってくださいって言うと持って行ってくれるよっていう話が、うん、で、私そういうこと知らなかったので、さすが若い人たちってすごいなと思ったんですけど、困ってるもの全部意識持ってってくれる。で、実際来てもらうと本当 1時間半ぐらいの間に全部持ってってくれたんですけど、すごい量だったので、お金はちょっとかかりましたでもね、粗大ごみに自分たちが行ってトラック借りて持っていくなということは無理なので、あ、これは便利、その部分に関してはすごい便利だなと思いました。はい、で、親のことでね、いろいろ変化がありながらも、でも私はトヨタさんとかでね、ハーバリウムや天使のティアラをね、作らせて、ご指導いただける時間いただけて、そこは変わらずやりながら、この夏はいろいろ変化がありましたけど、そういうことができることに対してありがたいなってすごく思いました。そしてすごく思ったのが、普通の日々であるってことがいかにありがたいかということを、実はこの夏学びました、はい、なのでそういうことを通して神様に教えていただいてるっていうか、自分がありがたいって思うことの再確認をさせていただけてるんだなというふうに思うことができました。天使のティアラの奥方由美子でした。皆様ごきげんよう。さて、ではコンシェルジュさんのコーナー後半、お相手はこの方です。スパイスの研究からしていただいてます、遠井香織と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。さてさて、香織さん、はい、今日は何話しましょう明日のメニュー決まんないんですけど、まだ考えてるんですよ、明日のメニュー、ね、リスナーの皆さん、ぜひ、はい、明日遠井さんはパーティーでどんな料理を振る舞えばいいか、そう、それをさっきから20分ぐらいずっと悩んでるんですけど、うん、とりあえず今日の話題いきます。はい、スパイスがすごく浸透してくださってきてるんですよ、うん、この世の中に、うん、でそれがすごくありがたいんですが、うん、ちょっとお願いしたいのが、はい、使いすぎはダメよっていう話をしたくてですね。なるほどなるほど、はい、多分あんま使ってないと思うんですけど。そうですね、でしょそんな感じがします、まあ、でもなんかスープとかラーメンとかには胡椒を結構入れたりする時があるかな。でも胡椒も入れすぎたらどうです、うん、くしゃみしますでしょ。しますね、はい、それと一緒で、うん、スパイスはどれも使いすぎ NG なんですよ。なるほど。なんかその使えば使うほどいいみたいなちょっと文化というかその風潮がありまして、体にいいから何でもかけちゃえみたいな、うん、あれがちょっとやめてっていうのをお伝えしたくて、例えばそのダイエット効果が謳われたりとか、うん、あとはその体温める効果があるって言われるシナモンってあるじゃないですか、はい、あれもやっぱり許容量、体の許容量がありまして、うん、あれって使いすぎると結構肝臓に負担かかっちゃって、うん、そういうことがあるんですね、はい、ちょっと肝硬変のリスクとか、あらら
なんですよ。これ皆さん結構ご存知なくてですね、一時期シナモンダイエットっていうのが流行って、なんかもう本当に3食何でもかけてまいみたいな、はい、あれは本当にやめてくださいって感じです。危険なんですね。危険というか何事も過ぎれば毒なんですよ。過ぎたるは及ばざるがごとし、そうそうそう。お酒とかもそうじゃないですか、はい、塩だってかけすぎたら、うん、それこそほら薄味がいいとか言って、うん、塩かけても、うん、かけすぎたらほら塩分取りすぎになるし、確かにそうですね、それもあのスパイス一緒なんですけど、うん、なぜか皆さんスパイスになると、うん、そこちょっと外れるっぽくて、確かに薬効というかね、はい、なんかね薬的な効果がありそうだからいいんじゃないかみたいなね。そうなんですよ、うん、ただスパイスのほとんどが、うん、あの漢方の世界だと生薬って言って生の薬って書くんですね。ほう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 。だから薬なんですよ。そういうことですね。そうなんです。そもそもがね。なのでそこはちょっと、うん、まあ見落としされてる方が多いのかなっていうのが最近のちょっと印象ですね。なるほど。だからあれですよね、はい、ピンポンみたいな、用法と用量を守ってくださいみたいな。あ、さようでございます。話ですよね。ダメさん、メーカーの名前言っちゃダメですよ。ダメですよ。絶対ダメですよ。よかった。危ない、怖い。うん、大丈夫大丈夫。そう、あとは例えばその、うん、ハンバーグに使うナツメグってあるじゃないですか、はいはいはい、あれもあの実は一時期ちょっと危ない遊びが流行ってしまいまして、あれって使いすぎると精神高揚効果がすごいんですよ、うん、なるほど。なのでちょっとそれでハイ気分を味わおうみたいな遊びが一時期流行ってしまって。そんな流行ってたんですか。そうなんです。香里さんの周りで。違います。私の周りさ、うん、デンジャーな軍団にしないでください。あ、なるほど、はい、あの世の中で、世の中で危ない、これもまた危ない、うんうん、でそれは要はちょっとほら、まあ、一応あるけど、まあ、ちょっと違法なドラッグと同じような、うん、危険ドラッグ的なね。そうなんですよ、うん、なので実際それで、うんうん、あの海外で死亡例が出ちゃってるんですね。あらら。なんかその睡眠薬と併用して、うん、確か50代の男性と、うんうんうん、あと確か10代の男の子かな、うん、が亡くなった事例があって。へー。なのであとナツメグってすごくあの、うん、ご覧になったことあります？ナツメグの実。分かんない。こんな、うん、あ、そうそう、これこれこれ、こんなでっかいんですよ。今画面ね、出てますけど。これでっかい、本当だ。で、これを一粒、例えばですよ、うんうん、3歳児のお子様が食べてしまったら、はい、その方亡くなっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あの、例えばそのハンバーグに出るぐらいなら全然構わないんですけど、体にいいからって言って、うん、まあほら多量摂取、うん、まあ、何事も危ないので、うん、ちょっとそれを、うん、まあ、スパイスを、まあ、知ってるっていうか知ってる身とすると、うん、ちょっとなどれも、まあ、その、うん、まあ、その亡くなるとかまでいかないにしても危ないことはあるので、うん、ちょっと使わないでほしいなっていうのが最近ちょっといろいろ聞いてて思いますね、うんうんうん、なるほどなるほど。今日すごい役に立ちましたね。皆さんの用法と用量を守っていただいて、はい、取りすぎは、ね、お酒だけにしてくださいという、はい、それもダメ。あ、そっか。あ、そっかじゃないですよ、ね、松パパも気をつけないといけませんよ。そうですね、うん、お前もなって顔してますよ松パパが。そうです、ね、はい、昨日も飲みすぎました。ちょっとあかんパターンじゃないですか。はい、というわけで、はい、香里さんのコーナーでした。さてさて、ではバトンタッチいたしましょう。はい、失礼します。はい、お二人目のコンシェルジュさんですね。弁護士の北口武史先生です。よろしくお願いします。こんにちは、弁護士の北口武史です。よろしくお願いします。はい、はい、さあ先生、今日はどんなテーマでいきましょうか。ね、今日はちょっと法律は全く関係ないんですけれども。なるほど。いや、ついにですね、うん、あのカメラを止めるな見てきました。ああ、見ちゃいましたか。見ちゃいました。やっと見れました。もしかしてレイトショーですか。やっぱりレイトショーです。ね、もちろんレイトショーです。そうなんですよね。北口先生ね、もう一つの顔はね、映画不安でいらっしゃるんですよ。はい、うん、ありがとうございます。2人で映画の話したらですね、打ち合わせの時間よりも結構長くいきそうになりましたね。そうなんですよ。今日もだからちょっと心配なんですけれども。で、うんうん、ね、やっぱこのカメラを止めるなね、うんうん、まあ、内容ももちろんそうなんですけれども、うんうん、制作費用がほとんどかかってないじゃないですか、うんうんうん、300万ぐらいでできてるっていうふうに聞いたんですけども、うん、そうですよね、低予算でね。当然ね、そのプロモーション費用だってほとんどかけていないと思うんですけれども、うんうん、こんだけ広がったのってやっぱりその SNS でこう口コミがね、こう広がっていったからっていうことだと思うんですよ、うん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 、でそう思うとやっぱその SNS を利用したこの口コミの力ってものすごいなとちょっと思ったんですよね、うんうん、なるほどですね。今までやってたね、映画の番宣とは違うね、やり方、効果ですね、はい、うんうん、でその口コミの内容も今回の映画ってちょっと特殊で、うん、というのはやっぱり皆さんが面白いっていうようには言うんですけれども、うん、やっぱりその映画の情報っていうのをやっぱりこうあまり話さないようにしてこう伝えていったっていうところは結構特殊なのかなって僕は思っているんですよ。あ、
そうですね、うんうん、でしょ。そうそう、僕も実際この映画を、まあ、友達から勧められて見たんですけれども、うんうん、その時にこれどういうジャンルとか、誰が出てるのみたいな話をするじゃないですか、うん、でもその友達はもう一切言わないんですよ、うん、頑なに内容を言わずに、うん、とりあえず見てみっていうだけなんですよね、うんうん、でそう言われてしまうとなんかちょっとこの秘密を何としてもちょっと知りたいってなるじゃないですか。そうか、そっちの心理だ、はい、うんうん、だからそこのちょっと好奇心に火をついて僕そこ映画館に行きましたから、いいでしょそうですよね、はい、まあ、確かにね、あまりね中身については、うん、あの誰も何も言ってないんですよ、これ今回そのカメラを止めるなんて言ったよね。そう、そうだ、結構ね聞く話はね前半そうでもなかったけどだんだん後半になって分かってくんだよね。そうそうそう、何言ってんの、これ見なきゃ分かんないなとかっていう、なんかそれがちょっと火つきません、うん、そうなんですよ。あのやっぱりこうちょっと僕も考えたんですけれども、うん、こうやっぱ人間ってこう未知のものに対して好奇心がこう湧き上がったりとか、うんうん、あと知らないものを自分の足で見て経験して、うん、それが貴重な体験になるっていうところあるじゃないですか。でその貴重な体験を、まあ、いろんな人と共有したいみたいなうんうん、そういう多分心理をうまいことついたんじゃないかなと思ってるんですよね。なるほどね。いや、あの制作者側がねそこまで考えたかどうかわからないですけれども、うんうん、これ完全にハマったなって僕はちょっと思いましたね、はい、いやなんか今、はい、あのまあ、そう映画の宣伝ってやっぱりこう事前にテレビとかその上映前に予告編ってすごい流すじゃないですか、うんうんうん、でもちろんあれはいいところもあるとは思うんですが、うん、やっぱ一方であれで大体ストーリーの内容が分かってしまったりだとか、そうですね、こういう感じの映像なんだって思ってしまうと、うん、なんかちょっと冷めちゃうところってありません、うん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 、よくあるなんか番組予告編とか、ね、はい、なんかそういう感じですよね。そうそうそう、うん、だから逆にそれをあえて何も情報を与えないような形にして人のこう好奇心をくすぐるみたいなやり方が今回こうヒットしたきっかけだったんじゃないかなって思っちゃいました、うんうん、なるほど、はい、なるほどね。そうか、そこまではねちょっとね読み取ってなかったですけど、でも実際に、うん、あの私もこれカメラを止めるな2回行ってるんですよ。2回行っちゃいました。2回行きました。あ、でも分かります、2回行きたい気持ち、うん、はい、あのね2回目行くと最初の意味が分かってきた。そう、途中では意味が分かってきたので、うんうんうん、みんなそ結構そういう人多いみたいですね。そうですよね、うん、いやもしね、あの巻き戻するんだったら巻き戻してみたいみたいな感じですよね。そうですそうです、はい、うん、ああそうか、最初なんか最初ちょっとまあこう言っちゃあれだけどなんかよく分かんないしちょっとつまんない、ちょっと眠くなるかなと思ったけど、うん、こういう意味だったんだ。もしかするともう一回行かせる作戦なのかもしれないですね、作りが。そこまで考えてるかもしれないですね。もう分からないです、そこまで、うん、はい、それが、ね、それぐらいなんか深い意図があったのかもしれないですよね、うん、いや本当に最近ってこう映画業界だけではなくて、うん、こうどの業界でも、うん、SNS を通した口コミの力ってのすごいと思うんですよね、うん、だから、まあ、これからはやっぱそういうのも利用していかないといけない時に、うん、こういうあえて情報を隠すっていう方法も、うん、いやすごいなと思いました、うんうん、なるほどですね、はい、またその弁護士の先生から見ると情報のまあ、開示だとかなんとかっていうなんかそういった面もいろいろあるんでしょうね。そうですね、はい、はい、あでですねもう全く法律とは関係ない話を延々としてしまったんですが、はいはい、ちょっとですねもう一点お話がありまして、あ、ね、いよいよですね、いよいよ、うん、印紙税という税法のジャンルで本を出すことになりまして、はい、この10月にですね、うん、新日本法規出版さんから本を出ます。この本です、うんうんうん、タイトルがですね、はい、迷った時に開く実務に生かす印紙税の実践と応用という本になっています。そうですよね、本当にこれ内容をいろいろ説明したかったんですが、うん、ちょっと時間がなくなってしまったようでこんだけ映画の話するからですよ先生、残念なんですがまあ、今日はそのカメラを止めるなと同じようにですね内容をあえて隠すことにしてこう皆さんの好奇心を煽りたいと思います。はい、なるほどですね、はい、最後になりましたけれども、うん、ぜひ皆さんカメラを止めるなまだ見に行っておられない方は見ていただきたいと思います、うん、
でそのカメラを止めるなもですね、うんうん、そのヒットになった最初の口コミのきっかけが、うん、ある評論家さんがラジオで話したことが最初って言われているんですよ。だからこの本もですね、このラジオからじわじわとこうヒットしていったらいいなと思って、うんうん、中身を話さずいきましょうかね、はい、ここにチャレンジしてみましょうか。中身を話さないでじわじわいきます、はい、でもね、ちらっとだけね、皆さんヒントはね、印紙税って縁がないように思ってるけど、会社の経営とかね、やってらっしゃる方は得する話なんですよ。そうです、本当に、はい、うん、印紙税ってね、はい、うん、そこだけお伝えして終わっていきましょうかね、はい、先生今日は、はい、はい、今日は弁護士の北口武先生にお話を伺いました。先生、また映画の話もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、では続いての曲いきましょう。フェスで暁。見て聞いて参加できるラジオがここにある。見逃せない番組クリスタルシャワー、自画自賛のポジティブ満載、お役に立てたら嬉しいクリスタル情報、経験してきたことの中にやり残してきたこともたくさんあります、うんうん、無駄なことは一つもないってことが分かれば楽しんだらいいですよね。手を変え品を変えて伝え続けることが今の私たちにできること。うまくいかなかったことの中にヒントがたくさんあります。みんなが夢の途中だから、経験をたくさんシェアできたら、そこにはもっと素敵な始まりがある。そう思いませんか？そうですね。さあ、そうそうそう、今日も盛りだくさんでしたけどね。ですね、うん、うん、面白い。いやいや、もう未来へつなぐだよ。そうですね、何度も言うですけど ね、 ね、うん、やっぱりね、カメラを止めるな、カメラを止めるな、ね、見に行かないとなと、うん、そう、カメラを止めるの意外だったね、まさくんが。そう、まだ見てないんですよね、うん、で今の聞いたらどう思う、うんうん、でさっきの見に行きたいですね、やっぱり、ね、ああいう風にね、うん、ただまあ一言言いたいのはですね、うん、まあ、ラジオを止めるなとリスナーの皆さんですねそうそうそう、はい、はい、ぜひね、あのチューニングはそのままで、ね、そうそうそう、引き続きお聞きくださいレインボータウン FM 今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の真ん中もクリスタル、とっておきな情報をキャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフィリションスタジオからの放送です。映像は毎週ブログやフェイスブックに掲載しますので、そちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、数字とカタカナで818110クリスタル .com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組への参加応援大歓迎です。クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はお互い様にありがとう。